それでは、スポンサー公演2代目に移りたいと思います。こちらも、OSGO 日本支部、では非常にですね、コントリビューターと、協賛もいただいていますが、株式会社ワンコンパスより、加納さん、そして清水さんのお二人から、ご発表いただきたいと思います。こんにちは、加納さん、清水さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、タイトルはひらがなだけの地図作ってみましたということで、これもなかなか興味深い刺激的なタイトルになっていますが、ぜひじゃあ画面共有をして、プレゼンテーションを開始していただければと思います。はい、はい、少々お待ちください。はい、はい、こちら映ってますでしょうか。あ、大丈夫です。はい、はい、いただきます。はい、ではひらがなだけの地図作ってみましたということで発表を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。そうですね、今日あれこの辺のエリアに入って、あ、行きましたね。はい、すみません。じゃあ最初に簡単に自己紹介させていただきますと、私清水樹里と申します。もともと大学では建築勉強していたんですけども、まあ、その後不動産の企業に入りまして、まあ、ちょっといろいろあって辞めてしまって、その後 SIR としてエンジニアと働いてたんですが、まあ、そこでもちょっと思うところがありまして、2014年に株式会社マピオに入社いたしました。現在は地図関連サービスで使われている地図基盤の運用および開発を行っております。僭越ながら OSGO 日本支部の理事も務めさせていただいております。よろしくお願いいたします。でですね、これちょっとこのイベントでは何回も言ってるんで、もう知ってるよって方も多いかと思うんですけども、2019年4月1日、株式会社マピオンは株式会社ワンコンパスになりました。でちょっと社名だけでも覚えて書いてもらいたいなと思ってですね、一応今日 T シャツ着てきたんですけど、ちょっとあいにくのオンラインでですね、ほぼ映らなくてそれ残念だなと思っております。はい。ワンコンパスはですね、これタイプではなくて、まあ、共に道を作るという意味が込められた造語になっています。地図検索サービスのマピオに加えて、もともと凸版印刷が運営していた主風などのサービスを事業承継して、社名を変更いたしました。まあ、会社概要はこのようになっておりまして、暮らしに新しい文化を作るというミッションのもと活動させていただいております。で先ほどご紹介いただいた通り、OSGO日本支部の団体会員として支援させていただいております。簡単に弊社のサービスを紹介させていただきます。でこちら知ってる方も多いんじゃないかと思うんですが、地図検索サービスのマピオンですね。ウェブとアプリでサービスを展開しております。で続いてですね、その法人向けの地図サービスとしてマピオンビズというのがあります。でマピオンの法人向けサービスはですね、ちょっとマピオンビズという名前になりまして、まあ、プロモーションやマーケティングに活用できる地図のサービスを行っております。で、ちょっとベクタータイルを活用して、まあ、地図を選べるような、サービスも行っております。で続いてですね、日本最大級の電子チラシサービスの主風というですね、チラシを閲覧できるサービスもやっております。でそしてですね、ウォーキングアプリ歩くとということですね、ちょっと地域の名産品が当たるアプリをやっております。こちらのバックグラウンドでも個数をカウントしますので、なんとか GO とかなんとかウォークとかやってる方もですね、ついでにインストールしていただけるとありがたいと思います。でですね、こちらちょっとニューフェイスなんですけども、今年の8月に本格リリースしました、家事代行サービスを比較するサイト、家事奴隷という名前で今回リリースさせていただきましたですね。ちょっとここまで聞いて、まあ家事代行ですとか、まあ、チラシですとか、まあ、ちょっとあんまり地図とか位置情報にあんま関係ないサービスに力入れてて、もうマピオンってもう地図には力入れてないのかなと思った方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。地図マピオンアプリ iOS 版近日大幅なリニューアルを予定しております。今回のリニューアルではですね、ベクタータイルを大幅に改善したりですとか、あとは検索機能も使いやすく大きく進化を遂げております。詳細は後日、まあ、大々的に発表させていただくと思いますので、待って続報という感じなんですが、今日は特別にちょっとだけお見せしたいと思いますですね。教会好きの皆様にはたまらないと思われる教会マップという
レイヤーを新しく追加します。もともとですね、今回のテーマもビヨンドボーダーズということですが、もともとのモピオンの地図境界線が分かりやすいというところでですね、一部の方から大変支持を受けていたんですが、その境界にさらに特化した地図というのを追加する予定となっております。そしてですね、今日の主役である駅の名前マップという地図も追加することになりました。というわけで、その駅の名前マップの発案者である加納の方に変わりたいと思います。はい、皆さん突然なんですけれども、この駅名読めますかというところで、この3つの駅名を用意したんですけど、皆さんこれいかがですか？読めますかね？わかんないですよね。これ私も初めて見たときに全然読めなくて、でも駅の名前マップっていうものを使うとこんな感じでですね、コットイとかトドロキ、オブスワというようなこんな難しい駅名もですね、簡単に読めるようになりますというところで、つまり何が言いたいかというと、駅の名前マップっていうのは駅名と自治体名をすべてひらがなで表現した地図ですっていうことをとりあえず分かっていただきたいなと思っております。はい、というところで、自己紹介の方移らせていただきます。加納健人と申します。大学時代は、法政大学の方で地理学を専攻しておりまして、地形学を、学んでおりました。で、現在はですね、入社して2年目なんですけれども、法人向け地図商材の企画担当としてですね、事業に携わっているような状況でございます。はい、で、地理学科出身というところで、地図とは切っても切り離せない関係なんですけれども、とりあえず国土数値情報、基盤地図情報、eStatからデータをダウンロードしてきて、QGIS で表示しようねというような授業は、やってはきたので、砂防業界で、土砂災害警戒区域のポリゴンを作るとか、そういうインターンシップでね、非常に役には立ったんですけれども、ウェブ地図業界の、大量のデータを用意してきて、大量のデータを配信するというような、そういう仕組みのところではですね、なかなか歯が立たなくてですね、ほぼゼロからなスタートだったなというのが、私の、バックグラウンドという感じですね。で、OJT 研修のところでですね、マップボックスのベクタライルシステムを使ってですね、オリジナルの地図を作ってくださいという課題がですね、清水さんの方から出まして、じゃあ、地図を作るにしても、どんな地図を作れば、どんな課題が解決できるのかなという視点を持ちながらちょっと検討してみたんですね。で、その時に、私の昔のエピソードを思い出したんですね。子供の時に地図を見ても漢字が読めなかったので、うまく地図を読み解けなかったなっていうのと、父親がですね、東海道線の駅名を全部ひらがなで書いてくれて、それを一生懸命覚えたって記憶があったので、ひらがなの地図表記だったら、理解できるんじゃないかなと感じたので、ひらがな表記の地図を作ってみようかなっていうのを、やったのが、きっかけだったという感じですね。なので、ひらがなの地図を作ってみたいですって話をしたんですけれども、実は何かしら障害、障壁、乗り越えなければいけない壁というのがありそうだなというのが分かってきたので、それの壁を乗り越えるっていうことを考える必要がありましたと。で、それが電話帳のデータっていうのと、マピオのメディアで使っている地図のデータっていうのが、実は違うデータソースから引っ張ってきているということが、分かりましてですね。ざっくり概念でいくと、この地図データベースから引っ張ってきているデータで普通の地図を作るんですけれども、そうではないデータベースから、ひらがなの情報を引っ張ってくる必要があったというところがあったので、今まででありそうでなかった地図の作成方法だっていうのが分かってきた。なので、この辺の話を乗り越えていかないといけないというのが分かってきました。でもうちょっとかいつまんで、もうちょっと詳細に説明するとですね、ポスト GIS 形式で格納された地図データベースっていうのを、ベクタータイルのサーバーを使ってですね、MVT 形式でバケットに、S3 バケットに格納します。で、スタイルファイルとかスプライトファイル、フォントファイルというのを読み込んできて、フロントで表示するというような仕組みを取っているんですけれども、駅の名前マップを作るにあたってですね、ポスト GIS 形式の地図データベースにひらがなのデータが入っていないことと、ベクタータイルを生成するために設定ファイルというのを駅の名前マップ用に作らなければいけない。あとはスタイルファイルもそれ用に用意しなければならないという、この3つを乗り越える必要があったんですね。なので、この3つを乗り越えるためには、電話帳のデータベースからひらがなの情報を引っ張ってくるっていうところと、その新しく構築した地図データベースからベクタータイルを生成するための設定ファイルを設定して、
FVT スタイラーで、スタイルファイルを作るという作業が必要だったと。なので研修ではこの作業をやっておきました。はい、では MVT スタイラーの編集画面というところで、まあ、こんな感じでソースコードが書いてあって、まあ、リアルタイムでですね、ソースコードをちょちょっといじるとですね、こんな感じで色が変わりますと。そういうのを使いながらですね、どんな、地図デザインがいいのかなというところを考えながら、デザインを行っておきました、おりました。でこだわったポイントとしましては、まあ、鉄道と地形ってすごく関係が深いので、まあ、なるべく地形が詳しい地図タイルっていうのを目指しました。なので地形の陰影図を重ねてみたりしています。あとはですね、マピオン特有のですね、自治体がカラフルに表示されたような、データを使いましてですね、まあ、こんな感じで見てて楽しい地図みたいなのをちょっと目指していたりします。あとはですね、地図を駅名をタップする、クリックするとですね、漢字の表記が出てきたりとか、あとは どの路線が乗り入れているというのが、分かるような仕様になっていたりとか、あとは人口と鉄道というのは非常に関係が深いので、人口が人がどの辺に住んでいるのかっていうのを合わせた地図っていうのも、データも、入れております。まあ、こういう感じでですね、駅の名前マップを作って、今研修が終わりだと思ったんですけれども、このアイディアめちゃくちゃいいから、ラボサイトに載せてニュースリリース出そうよという話が出ましてですね、ニュースリリースがなんと出ました。はい、でこのニュースリリースが出たときに、ものすごく大きな反響をいただきまして、なんとですね、57のメディアでですね、取り上げていただきました。でニュースリリースの中に私の顔写真も写っておりましたので、ネットラボに私の顔写真が載るというようなこともあったんですけれども、でまあ、このメディアに掲載、たくさん掲載していただいたというところもありまして、SNS 上でものすごく大きな反響をいただきました。まあ、こういうような背景がありましてですね、次の地図アプリのアップデートのタイミングでこれを入れちゃいましょうよという話を担当者の方からいただきましてです。現在ですね、地図マピオンアプリのリニューアル版にですね、搭載すべく今調整開発中でございます。はい、近日発表すると思いますのでお楽しみくださいというところで、まあ、この辺の一連の流れを通して何が分かったのかという話ですね。まあデータベースから必要な情報を取ってきて、フロントで表示して配信するというような、この一連の流れっていうのはなかなか体験できる機会はないので、これを理解する非常に良い機会だったなと感じています。あとはユーザーの課題を解決するという視点を持ちながら地図を作れたので、現在の業務、まあ、マーケティング部というところで、クライアントのニーズを把握しながら新商材を考えるみたいなところをやってるんですけれども、それの業務に非常に大きな役に立ったなと感じております。であくまで、ワンコンパスとしてではなく、個人的な野望になるんですけれども、まあ、今、鉄道駅だけひらがな表記なんですけれども、まあ、全部ひらがなのマピオンみたいなのを作れたら、まあ、子供たちにもですね、すごく分かりやすい地図っていうのができて、まあ、幼い時から地図に、親しみを持てて、地図を読み解く力みたいなのが身につけたらいいなというふうなことを思ってたりとか、あとは優しい日本語という文脈でインバウンドの方にもうまく活用していただけるんじゃないかなというふうに考えております。で、あと、まあ、最後に番外編なんですけれども、まあ、スタイルファイルを設定している間で、この駅名ひらがなにしたらすごく面白いなっていう駅名をちょっと出してみました。なんかその、さくらだもんとか、なんかごめんとか、お前だみたいな、なんかそういうひらがなにすると印象が変わるような駅名であるんだな、みたいなのを気づけたなというのが、まあまあ、番外ですね。はい、そういう感じで発表の方終わらせていただきたいと思います。駅の名前マップで検索していただけますと、私の作った地図、見ることができますので、ぜひよろしくお願いします。という発表以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。非常に分かりやすくまとめていただきました。いくつかの質問来ていますので、また1、2分ぐらいですかね、ちょっと2問ぐらいになりますが、お時間許す限り、お願いいたします。まず1つ目ですね、これコメントにも近いですが、漢字も併記されていると勉強になっていいなということで、まあ、今クリックすると多分出るっていう仕組みなんですが、まあ、多分併記という部分、まあ、ちょっとスタイルの関係もあるので、難しい部分もあると思いますが、なんかこれについてコメントもしあれば。そうですね、漢字表記もいずれはしたいなと思っておりますので、まあ、データベースが揃えばあとやってみたいなとは思っております。はい、ありがとうございます。
はい、そうですね、次に多言語地図はサポートされますか、まあ、予定はありますかということですかね。はい、こちらちょっと私から多言語地図は実は弊社のラボサイトの方ではすでにありまして、多言語ですとか、あとはそれか先ほどお話になった、まあ、多言語と英語と日本語の併記したものとかも一応公開はしております。ちょっとまだサービス化には至ってないという状態になります。はい、ありがとうございます。もう一問いけるかな。はい、はい、もう一問だけ、じゃあすいません、ご質問が、上位に上がっているのがあるので一つお願いします。あ、教育機関での活用は何か想定されていますかということですが、いかがでしょうか。そうですね、ぜひ活用していただきたいなと思うんですけれども、そのなんですけれども、まだまだその地理教育というところでどんな地図っていうのが役に立つのかみたいなところまだ把握しきれてない部分が多いので、ここはぜひですね、私の方でも情報キャッチアップしてですね、教育分野に役に立つような地図みたいなのを、まあ、検討していけたらいいなとは思いますね。はい、あ、前向きなご回答どうもありがとうございます。はい、私としてはそうですね。OSGOではジョホールという、まあ、教育も含めた活動もしていきたいと思っていますし、日本ではですね、2022年の地理必修もありますので、ぜひそういう意味でも一緒にできるといいなと思います。はい、じゃあ、ちょうどお時間にもなりまして、いろいろ多分データベース関係の質問もいくつか、はい、出てきていますので、またお時間の時に回答いただければと思います。じゃあ、改めて鹿野さん、清水さん、どうもありがとうございました。引き続き、じゃあ中継会場ということでもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。